半負けの本家の半間岩先生です。半間岩先生のね、健康の秘密をちょっと教えてしますね。私はね、全自動の、もやし栽培をやってましてね、週にね、2回ほど、2つ、もやし、自動栽培機を持ってます。そんなのでね、2つあるんで、週に2回できるんですけど、収穫取れるんですけどね、週に2回ね。ちょっとだいぶ古い大豆を使ってるんで、若干質はちょっと落ちてますけども、ちょっと今新しいの入れないといけないんで、仕入れる前にね、大豆を30キロ仕入れる前に、ちょっと古いやつをちょっと使っちゃおうということで、半間岩先生のね、まあ、もやし栽培なんですけどね、こんな具合にね、もやし、こう、パソコンがあるんだけど、これだけできるんですね。山のようにできるんですよ。半間岩先生のもやし栽培なんだけど、こんなにね、週にね、2回これだけ取れましてね、もやし栽培ですね。こうパソコンのところにちょっと仕事中で置いてるんですけど、こんなに取れるんですよ。もやしが。で、すごいでしょ？これを僕は週に2回食べるんですね。でサラダにしたりとか、一回茹でてね、冷やして食べるっていう。これでね、大豆がですね、200グラムですね、200グラムでこんななっちゃうんですよ、1週間経つとね。でとってもね、健康、私のね、健康の秘密はこのもやしね、もやし栽培。ちょっとこれ古いね、大豆使ってんで傷んでるのもあるんですけどね。まあちょっと仕入れる前にね、全部使っちゃおうということで、まだ大豆30キロ買ってんだけどね。ちょっと、5年ぐらい前の大豆ですね。5年ぐらい前の大豆をね、なんで非常に成長が難しいんだけどね。今年取れたやつなんか買うといいですけどね。そんなの使うんだけど、まあ買うときはね、仕入れるときはそういう新鮮なやつ、去年ですねの大豆で、すごい量でしょ。ここすごい量なんですよ、これ。すごい量。これはもう本当に私の健康法ですね。こうね、ここに根がついてるんだけど、これをね、食べるんです。で、悪いのはちょっと取ってね、週に2回これできますので、私1人3日分ぐらいですね、これね。サラダにしてもいいしね、いろいろね、たくさん工夫が取る、料理の工夫ね、ごま油で炒めたりとかね。まあ非常に、ちょっと古い大豆なんでね、ごめんなさいね。もう5年ぐらい前の生産の大豆です。これはカナダ産でね、30キロで8000ぐらいですね。で、200グラムでこれだけね、増えます。たった200グラム。200グラムで、週に 400g 使って、年間 30kg ちょうど消耗するぐらいですから、 年に 30kg 買うと、これを毎週毎週2回ね、だから8000で週に2回で4回5回でしょ、ね、結構、2kg ぐらいですから、月2kg ぐらい使ってね、ちょうど
1年間で30キロ。月2キロぐらい使うんですね、これね。週に200グラム使いますから。これ、400グラム使いますから、ぐらいね。そんなのをですね、浜松先生の全自動もやし栽培機から作ったやつですね。1日2回水は変えないといけないんですけどね。それだけですね。山のように、このように、もうすごいですね。できるんでね。もう、食べきれないほど、こういう野菜を取ります。食べきれないほどのね、この、もやしをね、作って食べます。本当にね、健康にいいですよね、これはね。味噌汁に入れても美味しいしね。で、もうちょっと成長させて、もやしだけにしてもいいし、これ豆付きですからね。ね。まあちょっと古いやつでもうこんなに育つということを教えて。で、遺伝子組み換えしてないやつね。カナダ産とかアメリカ産でね。大体ね、去年のとかいうのを買って冷凍庫に保存しておく。30キロね。そうしますと、持ちますから。こういう風に生えてきますから。こんなもう5年ぐらい前のやつです。ね。5年ぐらい前ですけどね。冷凍庫に入れておけばまだ生えるというわけですね。このようにね。すごいでしょ。もうふんだんに、このようにね。もう量バカスカですよ、これもう。本当にね。こんなに作れちゃうんですよ。簡単に。二つですからね、これ。週に一回。これは、半分です。週の半分できた。だいたい三日、交互にね、これ作っていくという感じですね。